こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、不同意性交等罪がどれだけ恐ろしいか一瞬でわかる動画。国会議員と活動家によって作られた不同意性交等罪があるやん。あれって強姦や権力を使った性行為などをなくすためのものやろ。でもね、そんな不同意性交等罪が違った使われ方をしている節があると。例えば松本人志や伊藤純也氏の週刊誌報道の件、まだ真相は明らかになってないけど、あれって女性が不同意性交を訴えてるやろ。要するに、合意をして性行為をしても後から女性が合意をしてないと言えば、いくらでも相手をはめることができるとよ。そんな不同意性交等罪、使い方次第でどれだけ恐ろしいのかがわかる動画があるっちゃん。ちょっと次の動画は見てみて。ティペタ、不同意性交罪。誇張抜きでこのやり取りが全国各地で行われていることに震えが止まらない。はめてきた女はいつ罰せられるんだ。合意したの？合意してないって。ちょっと待ってよ、合意したじゃん。合意したの？合意してないって。嘘でしょ、合意するって言ったじゃん。今さらそんなこと言われても。え、あ、紙、合意書書いたじゃん。合意書書いたの？ここすると合意してないって。合意してないの？あれ、あの紙合意してないの？え、どうしよう。ちょっと待って。あ、音声撮ったじゃん、録音したじゃん、合意するって言ってさ。じゃあ合意するってことだよね。うん、合意する。やったー、合意だよ、合意だ、合意、合意だ、合意、せーの、合意、合意、合意。合意したの？言わされた。合意してないって。ちょっと待ってよ、俺たち付き合って1年だよ。警察沙汰にはしたくないんだよね。和解金が欲しいんだって。和解金って、え、いくら？気持ちだって。やばくないこれ。合意をして性行為をしても後から書かされた、言わされたと女性側が言えば男性側が不利になる。しかも恋人や夫婦同士でもこれがあり得るのか怖いよね。これって明らかに法の不備はないの？おい国会議員、早急に法改正すべきやろ。まあね、そうは言ってもこの不同意性交等罪、確かに無理やり性行為を強要されたような事件には役に立つかもしれん。でも今回の動画のように和解金をせしめる目的で性行為に及ぶケースだってあるけんね。そういったある意味犯罪に利用されるようなことがないように法の見直しは必要と思うが、まあでもさ、結論から言うと恋人や夫婦以外と軽々に性行為をするなかれということやね。パパ活、かっこ売春で性行為をしてはめられて後から金銭を要求されるなんてことも横行しかねんけんね。まあすでに横行してると思うけど、恋人や夫婦以外との性行為はしたらいかんと思うが。しかし活動家と一緒になって作った法案、 AV 新法に LGBT 法案に不同意性交等罪、どれもこれも不備だらけやんけ。一般の意見を聞かずに活動家だけの意見を聞いて法案を作るけんこんななるとよ。国会議員は一般国民のリアルも知らんくせに何やってんの？っていうか、国民感覚と乖離しまくってる国会議員の感覚でいろんな法案を作ること自体無理があると思うっちゃけどね。ではご視聴ありがとうございました。それでは。